今回のテーマは桜。彼らを新調し、やる気満々の続くと、やんちゃっぷりが半端ない久美子のペアはシャッターチャンスを逃すまいと必死。とにかく取っておけば、なんとかしてくれるから。こっちの2人は相変わらずで、スタッフに注意される始末。うん、あーなるほど、ね、さて今回はどんな写真が撮れたんでしょうか。絵描いてる人がいるんですよ。そうか、そういう風にするのか。ね、花だけじゃなくてね。いいですか、見せていただいて。はい。わー、すごい。これ、桜の花びらがついてます？ついてます。そう。それはそれ、なんかちょっと。普段からここで絵を描かれてらっしゃるんですか？はい、描いてます。あ、そうですか。ですか？いや、もう一回剥げてもらっていい？いらない。あ、いいやね。はい。そしてちょっとせっかくなんでお二人なんか持った方がいいですか。あ、そうですね。さすがです。どうしようかな。ハギちゃん描いてらっしゃるいう感じで撮らせていただきたいなと思うんですけど。うん。はい、入場します。私が見つけたコースやっちゃけ。やっていただこうかなと思ったけど、それはちょっとね、もう片付けてるから。いや。難しいな。ありがとうございます。はい、すみません。はい。ちょっとだけとかさ。あ、なるほど。だけとか。あ、そっちか。はい。今日はどちらから来られたんですか。あれ、鹿児島からわざわざ。鹿児島どこですか。あの、伊佐市なんです。伊佐市です。私も伊佐市です。あ、本当ですか。大口です。そうですね、一緒ですね。大口ですか。はい、あ、本当ですか。急になまってきた。大口山野です。山野です。でも嘘。こう撮らせてもらっていいですか。もう桜とこの菜の花とか。あ、いいですね。じゃあ行きます。はい。どうしようかな。もうちょっとじゃこちらに。はい、あの桜に引っ掛けてですね。あ、ごめんなさい。引っ掛けてっていやいいと思ってます。いいですか。あのおじいちゃんとお孫さんこっちにちょっと来ていただいて。いいですか。ちょっとこの辺にはい、あのこの桜を見ながらですね。あ、はい、いいですよ。もう普通にしていただいて。はい、チーズ。はい、いいです、いいですね。素敵ですね、これ。いいですね。はい、ありがとうございます。すいません、もう本当すいません。本当すいません。ハギちゃんとはもう何年も一緒に番組やってるんですけど、うん、初めてすごくなんか、なんか頼もしく思えた、今日、今の瞬間。はい。でもね、思ったような構図にならないわけよ。うん、そして。それはもう気持ちがちゃんと、その、うん、なんていうんですかね、入ってれば、写真にそれは出ますから。入ってないのかな、まだ。いや、だからそれは見たらわかる。私さ、ちょっと撮りたいなって思ってたのがあって、うん、私がこうしてる上に立つ花びらを置いてくれない、こう、パッと、いや、じゃなくてこう、手のひらに置くんすか。あ、すごい綺麗。あー、いい、ちょっと待って、燃えるわこれありがとうございます。あ、インスタグラマ ー、すごいアイデア。考えてたんですか。そうやって夜中それしたい、見て落ちてたぞみたいな、キャいや、いいですよ、アイデアがね、うん、この桜の木のこういうの欲しいですね。うわ、撮ってみてる。おお今ので OK です。こんにちは。皆さん、どちらからいらっしゃったんですか。大阪です。大阪、大阪、大きい。あ、でもこっちは宮崎です。あ、宮崎から、友達家族。ブラジル仲間なんです。ブラジル仲間初めて聞きました、ブラジル仲間って。主人が転勤で、はい、行った先で、はい、あの知り合った。あ、お会いして、はい、ブラジルはポルトガル語ですよね。ですね。じゃあ 1,2,3 言ってもらっていいですか。せーの、アバカシー。すごい、すごい、いい笑顔。アカンちゃん1枚だけモデルになってもらっていい。おお。あ、カメちゃんはでもすごいね、その写真に対する思いが出てる。出てる出てる。あ、本当ですか。さすがですね。お役に立てて嬉しいですね。いい写真、記念になるね。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。良い旅を。
とね、僕すごく今ね、うん、はい、そのカメラマンとしての欲求でもうこれが撮りたいっていうのが一個だけあるんですよ。何ですか？落ちてるやつ撮りたいんですよね。このこれ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 、はいはいはい、それは散り際を撮るってことか。そう、ほらでもあの辺ってきつって、そうなんです。じゃあちょっとハギちゃんハギちゃん、僕の鉄砲、なんだこの奇跡的なこのこれなんだこれ、ちょっとなカメラ散歩、違うよ、なんだこの奇跡的なこのこれなんだこれ、違うって、違うよ、なんだこれ、雲の糸でしょ、イリュージョンや、イリュージョンや、持ってるわ俺、撮った、撮った、うー、私もそうや、私もなだめてこれはもう僕だけで、ちょっと何今のほらほらバチー撮れてます。花びらに焦点当てなきゃいけないじゃないの、こんな焦点とかはもういいんですこれどうですかね、これ分かる、ここにほらあって、この桜の中のこの一枚、分からん、そこはだから加工してちょっとこう色を色を入れてくれればどうしましょうね、どうしよう、そうですよね、あ、綺麗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 、あー、逆光、そっちだともう花、桜が分かんないですよね、こっち上がってきてもらっていいですかね、はい、この辺に投げてもらってですね、はいはい、いやー、うまくいくかな、結構、うん、そこら辺にバッとするとバーッといくんじゃないかなと思うんですけどね、行きます。はい。お、ちょっといった。ちょっといった。二塊目。いやーでも結局連射せんといかんちゃ俺が。なんかでも楽しそう。せーの。塊だ。初の連射というのをこのロケで使ったんですけど。ちょっと撮れましたよ、楽しそうあ、よかったよかった。とは久美子さん、なんか思い残すとこはないですか。鈴木さんさ、はい、靴紐結んで、おー、わかりましたあそこでなんか こんな感じ、わかる、うわー、私好き、こういうのあれ、マクロが好きなんでしょうね、多分ね、そうだ、人の趣味って面白い、良さげですね、うん、桜がね、うん、彼が靴を結んでる隣に立ってるかの自分の靴も入れちゃったおシチュエーションが誰も笑っていないという久美子さんの妄想についていけずにいやー、取れたかな、取れた気がするな、あ、なんかあるんだっけ、まだミッション、あれあれ乗りたい、おお、マジで行きましょうや、本当に行ってみましょうや、またそんな、いや、そうやって馬の写真少ないなと、うん、We came here last year together. ちょっとどいていただいて、あ、そうですか、桜をバナナブレ、桜を絡めてくださいね桜忘れてるからね、はい、お前ら今日何取りに来たのか分かってんのか、最高やと思う、桜なるほどですね、最高から最高やと思う、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、すいません、邪魔しました、美味しかったです、よろしくお願いします、ちょっとお二人の写真だけ今、そしてお名前は石川と言います、石川さんとボスポラス、はいはい、お前はでかいだけやから、ね、ちょっと印象付けましたはい、うわーうわー高い、うわーもう最高の眺めこの馬上からの桜並木、こんなにね、桜満開のところで、ちょうど今が一番いいですね、ねえ、今一番いいですね、一番いいですね、はい、向こうから撮ってみよう、わー、すごいなの花と桜、馬上から見るなんてもう人生で初めてです、これは贅沢ですね、これは視聴者の方にぜひ体験していただきたい、うん、
久美子さんとボスプラス桜よしよしよし行きましたよ。なかなかここまでおとなしい馬いないんですよ。すごいこのゆらり感が。いや桜今いいんですよ。今すごくいいんですよ。じゃあいいですね。じゃあ、はい、じゃあクマも入れておきますんで。はい、いただきました。ありがとうございます。桜満開の時期に近かった桜がね、乗れて幸せでした。はい、もう皆さんもぜひね体験していただきたいですね。はい、ぜひお越しください。ありがとうございます。バイバイ。ボスプラス。はい、はい、お願いします。はい、あれ、来た。いやもうちょっともっとミューンっていくはず。もっと待って。あ、すごいね。普通のこのアメリカンドッグはこれ、うん、まあソーセージ入ってる。砂糖がちょっとまま、うんうん、だからスイーツっぽい感覚なんですよね。ハニーマスタードでしょ。はい、ということで今日は桜をね、まあテーマにと言いますか、うん、撮りましたけれども、もうあんの？どうですか。いやいやいや、だからそこはもうハギちゃんのさじ加減よ。これっていうのはなんか撮れてないのね。おお。うん。お。ああ、そこですか。なるほどですね。そこですか。ワンポイント。写真を撮る上で大切にしたいのは着眼点。地面に落ちている桜に目をやった亜生の一枚。こんな視点もありですね。あえてひっそりと咲いている桜に注目したおはぎ、コントラストがいい感じ。馬のひづめの後にたまる花びらに気づいた久美子。最も面白かったのは続くの着眼点。馬の目に映る桜にチャレンジ。これはちょっと難易度高かったね。それぞれの着眼点磨いてちょうだい。着眼点と演出にあっぱれ。ウシャクチョクラ。ハギちゃんなんか似合ってる。次回は宮崎市花ヶ島をカメラ散歩。お楽しみに。巡行で。え、こっちだった。ごめん、嘘ついた。まあ、間違いなく半ズボンで乗るタイプではないです。